どうも、高井です。コンセプト 2.0 について話していきます。これまで私は、一冊の本で、2、3分の内容にギューッと抑え込んで、凝縮して話していきますって言ってたんですけど、今年の2020年8月以降、8分未満の動画は、広告を制限しますよって、YouTube さんから発表があったわけですよね。それを見て、なるほど。この発表を見た後に私が動画を、例えば10分以上の動画を出したとしたら、え、高橋さん、もしかして広告目当てですか?っていう風に目線で見られてね、余計な勘違いされそうなので、一応ながら話しておきます。もともと私は、動画っていうのは、何を話しているのかではなく、誰が話しているのかで視聴時間が変わると思ってたんですよね。だからまず、私のことなんて全く知らない人たち、その人たちに向けて、2、3分で凝縮すれば集中力2、3分ぐらい持つから、その2、3分で凝縮した内容をうまく話していけば、話を聞いてもらえるだろう。って思って、2、3分にしてたわけですよね。ところが、8分未満、広告停止しますみたいになったら、それはまあ収益目当てですかって思われてもおかしくないわけですよ。だから前もって言っておきたい。もともと私は影響力がついたら10分とか20分の動画も作りたいなとは思ってました。なぜ今回その話をして、次から8分以上の動画も作りますよって言うために動画を出すかというと、機会がその2つあったんですね。一つ目の機会は、2、3分の動画は今まで作ってたんですけど、去年2019年11月にまとめきれなくてね、こういう手帳とかを使ってメモを書き書き書きしていて、そのメモを元に話すってことをしたんですよ。そこに要点を凝縮してまとめていって、それを読みながら話すっていうことをやってたんですね。それをやって9分から10分ぐらいの動画になりました。で、その動画は今現在も視聴され続けていて、平均およそ4、5分ですね。全く、例えば10秒とか1分程度で視聴時間を得れてるユーザーもいれば、逆に9分以上視聴してくれてるユーザーもいて、ああ、なるほど。長くても内容が良ければ見てくれるんだなってことが、無名な状態でも分かりましたよ。それまでは2分ぐらいの動画で、年間に1回か2回ぐらい、1時間とか2時間とかすごい長く視聴してくれてる人いるんですよ。そういう動画でも1回どこか2回ぐらい、2回程度のループ的な視聴をしてくれてるユーザーはまあちらほらいたわけですけど、1時間2時間って年1回2回ぐらいでね、なかなかいなかった。でもそれは嬉しくて結構続けたって側面はあります。なんで今までやらなかったかっていうと、一つ前のパソコンは東芝製で、しかもインテルの i3 ってわかります？一番今低スペック PC って言われてる部分なんですけど、それよりも前のもっと質というか性能の良くないインテルの入ったパソコン使ってたんですね。メモリは8ギガだし、ハードディスクは500ギガバイト。正直言って、ムービーメーカーと無料ソフトでもクソ重いようなね、性能で、2、3分の動画ですら、まあ3時間、4時間ぐらいエンコーディングかかってたのを、その2019年11月にアップした9分以上の動画、それを切り離す作業とくっつける作業、どっちもエンコーディングしてるんですよ。2つの無料のソフトを使ってエンコーディングしていって、話すのにエンコーディング、くっつけるにエンコーディング、その間の動画編集っていうんですか、字幕的な作業もエンコーディングでやってたがゆえに、エンコーディングを10時間っていうのを2回で20時間で、動画編集で6時間くらい、つまり26時間1時
1日以上経ってたわけですよね。その1日以上経ってようやくできた動画、結構消耗しててね、こんなのもうめったに救いたくないなみたいな風に心も消耗しちゃうぐらいだったんですよ。でその転機、オートゼタランド2つ目の話です。パソコンを買い替えました。2019年の年末、今年入る手前ぐらいの時にヒューレットパッカードっていう、まあ、型落ちモデルなんですけどね、2019年モデルではなく2018年の12月モデルなんですけど、店頭でね2019年のモデルないかなって探したんですが、なかったんですよ。で型落ちモデルが初売り価格で出てたから、これでいいかなって、保証も店頭モデルだとつきやすくてね、今5年保証がつけれるので5年保証つけて買いました。で中のインテルは i7 で第8世代なので、結構動画の編集ソフト、ビデオスタジオプロ使ってるんですけど、サクサク動くんですね。しかもエンコーディングめちゃめちゃ早い、これ助かるなと思って。あとは慣れ次第なんですけど、ちょっと最近字幕とかコツコツと練習しててるところで、無料ソフトと違ってちょっと使い勝手がまだいまいちつかめないところであるんですけどね。つまり新しいパソコンをね、すごい処理能力の高いパソコンだったがゆえに、前のパソコンの10倍以上、もしかしたら100倍ぐらい生産性高いかもしれないですけどね、そのパソコンでやったがゆえに、よしこれからは8分以上の動画も無理なく作れそうだからやっていこうってことで、それが転機となって作ろうかなってことを考えていました。なのでこれからも作るので、志は 2,3 分に凝縮するっていう感覚の当時のコンセプトのままではあるんですけど、無理をせず8分10分でも作っちゃおうかなって思ってやってます。それでは。